立派なイスラム、豪快な日本、第10回であります。本当はこの立派なイスラムと豪快な日本をですね、あとまあ10回ぐらい続けたかったんですが、新しいシリーズを始めたりしましてですね、まあこのブログは気楽に書いてるもんですから、まあ新しいシリーズを始めたいときはそちらをやるというふうにしております。そこで今回は一応10回目で一応の区切りをつけたいと。まあ、歴史の必然とイスラムということでお話をしたいと思います。ムハンマドが生まれになってからウマヤ朝ができアバス朝になるところぐらいまでがですね、イスラム教というものを理解するためにどうしても理解しておいた方が知っておいた方がいい、まあ、歴史と、まあ、いうふうに思います。その後もですね、非常に複雑な歴史が続きましてね、まあ、それをこと細かに例えば大学受験なんかでは勉強するわけですけども、私はちょっと疑問がありますね。やっぱり高校生には本質的なところを教えてですね、あまり細かいその後のことをまああまり教えない方がいいんじゃないかと。まあ、まだ20世紀初頭まで続いたオスマントルコのことはですね、一応知っておく必要があるんじゃないかと思うぐらいですね。まあ、ところでまあムハンマドがイスラム教を作られまして、まあ、その後ムハンマドがお亡くなりになった後、正統カリフがの時代が続き、まあ、50年ぐらいですかね、30年ぐらいですかね。それで、これは選挙の時代ですが、それからウマヤ朝ができ、アッバース朝と続く、このイスラムの歴史はですね、実にこの歴史の必然性というものを感じるわけですね。私がまあ歴史は非常に好きなんですけども、その歴史の中には非常に偶然があることをもたらす場合とですね、それからこれはこうなるなと思ってるとこうなるという、そういうまあ割合と必然的なものがあるので面白いということですね。イスラム教がですね、非常にこう栄えたと。まずイスラム教がなぜできたかと言いますとね、一部の階級だけが救われるように変質してたムハンマドの頃の宗教、例えばキリスト教とかユダヤ教とか仏教もそうだったんですけどね、まあ、そういったその本当は神様のもとに、人間と神様とは随分違いますから、まあ人間の中に階級なんか作ってもしょうがないんですけど、まあできちゃうんですよね、偉い僧侶とか、まあ、そういった変質してたので、まあ、そこにムハンマドが現れたわけです。それからもう一つの要因は、中東という地域がですね、ヨーロッパの文化とそれからアジアの文化が両方入ってくる、つまり東西交易の中心になってたということで、まあ、そういう点でもムハンマドが現れる歴史的必然性があったわけですね。そして彼が神の前に人間は平等であるということを教えてくれたわけです。いや、まあ素晴らしいですよね。民主主義など考えられなかった時代ですよ。自由平等といったフランス革命の1100年も前ですからね。その時に、ムハンマドは神の前に平等であると言われたわけですからね。我々、日本人はですね、ヨーロッパの歴史観に惑わされておりますから、平等という概念はフランス革命だ、女性解放もヨーロッパだと思ってますが、平等はイスラムが7世紀にムハンマドが打ち立てですね、女性解放は日本が3世紀には成立したわけですね。ですからまあヨーロッパのをありがたがるというのは、ヨーロッパに行った人がそれを宣伝してるだけですね。ところで、ムハンマドがそういう平等である、人間が平等であるということを教えてくれたので、それに続く正統カリフ時代というのは、平等で国民が、信者ですね、信者が選挙でトップを決めるというやり方をやるんですね。これが正統カリフであります。これはものすごいですよね。だって国のトップを選挙で決めるんですから。だけど当時はですね、そういう概念自体がなかったわけですからね。それはムハンマドが偉いって言うと怒られちゃいますけど、半分神様みたいなもんですからね。まあムハンマド自身は自分は人間だと、預言者に過ぎないと、神はアッラー一人だと言われてるわけですから、偉い人なんですけどね。それに続く正統カリフ時代に選挙が行われた、4代選挙が行われたわけですね。すごいですよ。みんな王様の時代ですから、息子が王様を継ぐ時代ですから。しかしやっぱり人間はまあちょっと愚劣なところがありますので、やがてそのムハンマドというもう飛び抜けて偉い人の記憶が薄くなりますと。
やがて王様が出てきます。それがウマイヤ朝ですね。まあ、世襲の王朝になります。ただ、世襲の王朝の方が、まあ、みんなに相談しなくていいと、まあ、いうことでですね、能率はいいもんですから、ウマイヤ朝の時代に、さらにイスラム教の国は勢力を伸ばしまして、スペインも取っちゃいますしね。それからトルコも全部、西の方も東の方も非常に伸びるんですね。大きな王朝になります。まあ、その地図をここに示しましたけどね。ただですね、今度はまた面白いことで、ウマイヤ朝まではですね、アラブ民族とその他の民族を区別したんですよ。アラブ民族が素晴らしいと。こうなってたわけですね。ところが、イスラム教自身は神の前に平等ですからね。だから、それはおかしいわけです。だから今でいうシーア派ですね。まあ、原理的なことを大切にする派がですね、革命を起こしたのがアッバース革命で、アッバース朝になるわけです。つまり、これはなかなか面白いですよね。ムハンマドが現れて平等だと、神の前に平等だよと真実を教える。しばらくは30年間はそれで行く、正統カリフ時代。だけどやっぱり、まだ人間はそこまで至らないんですね。人間ですから、愚かですから。だんだん悪くなって、ウマイヤ朝ができる。まあ、あるいは4代目の正統カリフが暗殺されたんじゃないかとも言われている。まあ、人間臭いですね。ところが、ウマイヤ朝が やるとやっぱり教えと違う。だからやっぱ元の教えに帰ろうやっていうことになって、アッバース朝ができる。だけど、アッバース朝ができても、また少しずつ少しずつ権力とか世襲などの王室朝に変質していくのも、これ人間のなせる技なんですね。ところが、このアッバース朝はですね、まあ少しずつ進歩していくんですね。アラブ民族だけで、アラブ民族だけではなくて、大体平等になっていくんですね。ですから、まあイスラム教というのはですね、今イスラム教というのは非常に激しい宗教だとか皆さん思ってますが、イスラム教の国家というのはイスラム教じゃないキリスト教とかユダヤ教全部 OK なんですよ。ただちょっと税金を余計に払わなきゃいけないということはあったんですけどね。アッバース朝の乱れはかえってイスラムの考えを広く中央アジア、インドなんかにも広める結果になりましてね。これが後に中央アジアに住んでいたトルコ系民族に影響を与えるんですね。まあ、それまではトルコ系民族というのはイスラム教の教えを知らなかったんですけど、まあ、知ってましてね、知りましてね、トルコ民族は非常に能力があるんですよ。特に軍人としての素質に恵まれてるんですね。例えばその馬に乗りながら弓を入れるとか、まあ、いろいろな技術もあるんですよ。で、トルコ民族というのは昔からですね、この中国の近くに住んでたんですよ、トルコ民族というのはですね。それがですね、長く眠ってたからかもしれませんが、具体的には、まあ、モンゴルから若干西の地域に、アルタイ山脈あたりに住んでたわけですけどね。気候の悪いところに住んでたので強くなったとも言えますね。これはもう人類共通の傾向ですけど。寒いので少しずつ南に降りてきて、そこでイスラムの教えに接したんですね。そしてああそうかと思って強くなったんですよ。で、現在のトルコっていうのは長い歴史で徐々にトルコっていうのは西南に西南方向に移動していくんですね。それでセルジュークトルコっていうのを作り、さらにそれが進んでオスマントルコになりました。このブログで、まあ、アリア人のことを随分書いてますので、トルコ民族っていうのはアリア人じゃなくてモンゴロイドであるということが重要ですね。トルコ民族が中国の西部から西に移動し、アリア人と混血になりました。ですから結果的に現在のトルコ人っていうのはアジア的雰囲気を持っていて、ややインド的である。つまりインドっていうのはアリア人ですから、まあ、そういう感じの民族になってるわけですね。ですから、まあ、トルコ人の方が日本人よりかちょっと美男子が多いですよ。美人とか。それはそのアーリア系の血が入ってるからですね。まあそんなこと言うとまたアーリア系のと偏見が聞き出しますが、まあ私なんか素直にそういうふうに思います。もともと中東っていうのはですね、アラビア半島に住んでたセム族ですね。これがまあ主に住んでたわけですが、そこにアーリア人が来たわけです。それでそこにさらにモンゴロイドが入りましたから、まあ10世紀頃から後の中東の人たちっていうのはですね、ヨーロッパ人のように、獰猛じゃない、自己中心的じゃないんですね。まあ、人格が高くなってくるんです、セム族、モンゴロイド、アーリア人の混血が今の中東の方々なんですけども、
非常に人格が高いんですよね。容姿もいいし人格も高いんです。それに少しタタール人の血も入ってますから、これはモンゴルなんか来ましたから、ロシアもそうですし、非常にいい人たちが実は中東にいるんですよ。我々今中東って言いますとね、事件が多いので、違う印象を受け取りますが、そうなんですね。ですからね、もし、まあ歴史にもしはないんですけど、もしオスマントルコが衰えずに、20世紀初頭にオスマントルコって潰れちゃったんですよ、第一次世界大戦で。しかし、オスマントルコが残ってたらですね、私は今の中東の混乱はないと思います。オスマントルコが滅びて、ヨーロッパが中東を支配したんで、まあ、それ以後、まあ、不幸なことに絶え間ない戦闘が続くということになっております。まあ、いろいろここ最後のところ少し端折りましたのでね、もう少し詳しく、中東の人たちがどういう人たちなのか、イスラム教が、まあ、これイスラム教は随分きちっと話してきましたけども、ヨーロッパのアーリア人がそれをどうかき回したのか、白人ですね。もうこうなったらアーリア人よりか白人と言った方がいいですね。白人がどう中東を混乱させたのかということについてもですね、ぜひ日本人が、私ですね、中東とかイスラムとかその肩入れしてんじゃないですよ。私全然肩入れどこにもしません。で、それは仏教も立派ですし、キリスト教も立派なんですよ。だけども、それと同じく、イスラム教も立派なんです。私はイスラム教と仏教とキリスト教を比較しようなんてしてません。ただ今の、まあ、日本の特にマスコミなんかの報道ではですね、イスラムを悪く言うんですよね。それは事実と違いますよと、ヨーロッパの白人が作り上げた嘘の歴史ですよということをですね、ここにちょっと10回に分けて書いたというのが私の考えであります。これで一応イスラムのことは一段落しようと思っています。